はい、こんにちは、加藤です。今回ですね、旅行英会話第4回目こちらをやっていきたいと思います。で、今回ですね、飛行機の機内での会話を中心に扱っていきたいと思います。では早速いきましょう。で、今回の例文、このバッグをあそこへ上げてもらえますか。私のトレイを下げてもらえますか。席を変わってもいいですか。白ワインをもう一杯いいですか。というような4つの例文を一緒に学習をしていきます。では今の時点で言えるかどうか試してみてください。ではいきます。このバッグをあそこへ上げてもらえますか。英語で言ってみましょう。どうぞ。このバッグを上げていただけますか。では次の例文です。私のトレイを下げてもらえますか。英語で言ってみましょう。どうぞ。はい、では次です。席を変わってもいいですか。英語で言ってみましょう。どうぞ。はい、では次です。白ワインをもう一杯いかがですか。英語で言ってみましょう。どうぞ。白ワインをもう一杯いいですか。さあ、しっかりと言えたでしょうか。で、毎回やるんですけども、確実にこの時点で、しっかりとですね、言えるかどうか試してみてください。で、今日お伝えするのはですね、まず、このね、このバッグをあげてもらえますかっていうふうに、丁寧に依頼する表現です。で、ですね、やっぱり英会話、旅行英会話は迷ってはいけません。表現いろいろあります。で、それいろんなバリエーションも教えますが、これだけっていうのを教えますので、ぜひこのこれだけっていうのをしっかり押さえてください。まずこのバッグをあそこにあげてもらえますかっていうふうにやる場合。で、最初の2つの文章が、もらえますか、もらえますかっていうふうに依頼をしていますよね。相手に丁寧に。で、依頼をする表現というのをまず押さえてください。で、これいろいろあるんです。依頼する表現。ちょっとどれか自分なりに依頼する表現、もしあったら言ってみてください。どうぞ。いろいろあるんです。で、便利なのが、私は何かっていうと、なんか、私に変わったり、あなたに変わったり、認証が変わったりすると、なんかごちゃごちゃになりますよね。で、私はですね、これはいろんなある表現の中でですね、必ず英語では、could もしくは can を使います。で、まあ丁寧に言っとけばとりあえず失礼はないので、一番無難な表現として必ず使うのはこの could を使います。で、もらえますかっていうふうに依頼をする場合は could you とあります。つまり、もし可能ならできますかっていうふうに丁寧な表現です。もちろんカジュアルに can you っていうふうにやってもいいんですが、まず丁寧語を使っておいて損はないので、could you から始める方がいいというところです。なので、could you というふうに依頼をします。なので、で、どうするかって話ですが、バッグをあそこに上げるって話ですが、上げるっていう動詞はちょっと難しいですよね。で、そういう場合は上に置くっていうふうに捉えます。なので、置くは英語で何て言いますか。言ってみましょう。どうぞ。 Could you? はい。で、置くは put ですよね。置きます。で、このバッグなので、まあ this bag でもいいですし、 put this bag、 the bag、 どちらでもいいですが、で、あそこへあげる、英語ではあげる、あそこへっていうふうになるので、 Could you put this back、 あげる、あそこへ、言ってみましょう。どうぞ。 Up there っていうふうになります。ではもう一度言ってみましょう。このバッグをあそこにあげてもらえますか。英語で言ってみましょう。どうぞ。 Could you put this back up there、 Could you put this back up there、 Could you put this back up thereCould you put this back up there? もう一回言ってみましょう。どうぞ。Could you put this back up there? そうです。大事なのは、いかに簡単な動詞を使って、それを使い回していくか。で、今日お伝えする表現ですが、実は、すべてこの could を使った表現で言えるということを知っておいてください。
ものすごくこれ便利です。万能です。で、これを例えば助動詞を過去形にすると実は丁寧語になります。丁寧な尊敬語になります。なのでこれを例えば can に変えても使えるわけなんです。例えば私のトレイを下げてもらえますか、相手に依頼する表現です。これも could you から始めます。では行ってみましょう。どうぞ。 could you 下げる私のトレイを。はい、ここで難しいのはこの下げるっていう表現ですよね。で、下げるっていう表現を使わずに考えるとどうするかっていうと、トレイをどうしますか。まあ客室乗務員さんがトレイを持っていくわけですよね。持っていくは英語で何て言いますか。 take というふうに使います。なのでここも could you take で何を持ってきますか。私のトレイだから take my tray で遠くにというのをつけて away というふうに持っていけばどこかへ持っていくというわけです。私のトレイを下げてもらえますか、英語でもう一回言ってみましょう。どうぞ。 Could you take my tray away? Could you take my tray away? 言ってみましょう。どうぞ。 Could you take my tray away? もう一回言ってみましょう。どうぞ。 Could you take my tray away? Could you take my tray away?そうです。Could you take my tray away? そうです。Could you take my tray away? そうです。これでいろんな依頼ができるわけなんです。Could you take my tray away? です。では次に行きたいと思います。すごく便利です。この can you 過去形にして could you 丁寧な依頼です。で、いろんな表現があるといった理由はですね、例えば would you でもいいわけです。ただ、いろいろ教えると表現がごちゃごちゃになってしまうので、今回は could you で一本にしています。もちろん余裕がある人は would you というふうに丁寧な依頼をして最後に please をつけてあげたりとかしてやれるんですが、ただもうやっぱりね、ここはいいですか、いろんな表現に迷わない方がいいです。なので could you という表現をお伝えしています。では次です。席を私と変わってもいいですか、英語で言ってみましょう。どうぞ。はい、これはもちろん Could I? Could I? もしくは Can I? で OK です。では言いやすい方では Can I? で言ってみましょうか。はい、Can I? はい、席を変わる、変える Change Can I change seats? 言ってみましょう。どうぞ。 Can I changeシート、そうです。これですが、お互いに席を変わるんで複数形になります。Can I change seats? Can I change seats? 例えば、Can I? もしくは、Could you change seat with me? Could you change seat with me? 言ってみましょう。どうぞ。これを、席を変わってもいいですかって相手に許可をする場合は、Can I? もしくは、May I? というふうになります。許可を求める場合。では、席を変わっていただけますかだったらどうなりますか、言ってみましょう。どうぞ。これは、もらえますかなので、Could you change the seat with me? Could you change the seat with me? もしくは、Could you change the seat? というふうになります。Could you change the seat with me? もしくは、Could you change seatというふうにやれば OK という話です。まあ、ここでは許可を求めず。Can I change seat? で、白ワインをもう一杯いいですかというふうに相手に、依頼をします。言ってみましょう。どうぞ。はい。もう一杯いいですかということはどういうことかというと、もう一杯もらえますかということですよね。なので、さあ、動詞はなるべくシンプルにいきましょう。これですが、Can I have? もしくは Could I have? May I have? どれでもいいですが、まあね、Can I have? Could I have? Can I have? Could I have? いいです。同じ助動詞がいいです。
さっきも can you でもいいですが、まあ、ちょっとね、カジュアルな感じなので could you というふうにしています。で、これも could I でも can I でも OK です。で、can I もしくは could I、 その後どうなりますか、言ってみましょう。どうぞ。 have で、白ワインもう一杯、言ってみましょう。どうぞ。 another white wine、 もう一回言ってみましょう。どうぞ。Could I have、 これで持つことは可能ですか、何をですか、言ってみましょう。どうぞ。 Another white wine、 Could I have another white wine、 もしくは Can I have another white wine、 もちろん Another glass of white wine です。で、この glass of という表現を省略して Another white wine ということなんです。もちろん white wine please でもいいですが、やや命令口調なので丁寧に言う場合は can I have もしくは could I have another glass of white wine というふうに言わずに could I have another white wine というふうに言ってあげれば大丈夫ということです。さあ、いかがでしたか。いろいろこうね、表現がごちゃごちゃしたと思うんですが、基本的にはもう一つだけです。 canもしくは could、 そのいつか過去形の could を使って丁寧に聞いてあげるということだけでした。で、ちょっとですね、いろんな表現にも応用ができます。例えば白ワインもう一杯いいですかっていうのを同じようにして can I、 でコーヒーをもう一杯いただけますか、言ってみましょう。どうぞ。 can I have more coffee、 もしくは another cup of coffee、 another coffee、どちらでも言えます。はい。で、他にもいろいろ言えます。例えば、メニューを持ってきていただけますか？英語で言ってみましょう。どうぞ。Can I have the menu? もう一回言ってみましょう。どうぞ。Can I have the menu? すごく便利ですよね。今日はちょっといろいろですね、詰め込みすぎましたが、まあ、基本的な表現としてはこの could you。May I, can I, could I とかいろいろあったんですが、もし迷う人はもう could I だけでいいです。もしくは could you と could I の2つだけです。could you, could I もしくは could you, can I の2つだけで構いませんので、しっかりと表現が使えるようにしてください。では復習しておしまいです。いきます。このバッグをあそこにあげてもらえますか？英語で言ってみましょう。どうぞ。could you、さあ、あげてもらうっていう動詞を簡単な動詞にしてやるんですよね。どうなりますか？ Could you put this back up there? もう一回言ってみましょう。どうぞ。Could you put this back up there? Could you put this back up there? そうです。私のトレイを下げてもらえますか？英語で言ってみましょう。どうぞ。これは、Could you takeMy tray away? もう一回言ってみましょう。どうぞ。Could you take my tray away? Could you take my tray away? そうです。では次です。席を変わっていただけますか？英語で言ってみましょう。どうぞ。あ、ごめんなさい。席を変わっていいですかっていう許可です。言ってみましょう。どうぞ。Can I? Can I? Can I change seats?ですか。Can I change seat? で、席を変わっていただいてもいいですかと。友達と一緒に座りたいからです。みたいな感じで理由を説明してあげればいいわけですよね。I want, 例えば、I want to sit next to my friend. I want to sit with my friend. みたいな感じでやればいいわけなんです。必ず理由をね、ちゃんと言ってあげると。余裕がない人はまず席を変わってもいいですか ?Yes, No で聞いてあげればいいんです。もう一回言ってみましょう。どうぞ。Can I?Can I change seats? そうです。白ワインもう一杯いいですか？英語で言ってみましょう。どうぞ。Can I have another white wine? Can I have another white wine? はい。というふうにやればよかったんですね。さあ、いかがでしたか？今日お伝えした表現は Could you と Can I? もしくは Could you と Could I? という表現だったんですが、言いやすい方で構いません。ただ、他の助動詞をなるべく入れないようにしましょう。May I
許可が求める表現はもちろん can I 以外にもあります。で、依頼する表現は could you 以外にも would you という表現があります。で、ごちゃごちゃにならないように could you と can I、 could you と could I、 依頼する許可をもらうというふうに捉えていただけるといいかと思います。シンプルがベストです。いいですか。いろいろごっちゃにならないように応用できるようにしましょう。また回を追って復習をするので、今回の回がちょっと早いなと思っても大丈夫です。今日は could you と could I、 could you と can I の2つの表現をしっかり押さえてくれれば大丈夫です。それではご清聴ありがとうございました。